はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今日は、第3のビールですね。アサヒのアクアゼロです。糖質ゼロということで、3種のミネラル仕込み、食物繊維入り、アルコール度数 4% ですね。原材料となる発泡酒の仕込み過程に、工程において3種のミネラル、過去マグネシウム、カリウム、カルシウムを補い、醸造しました。だって、珍しいな。なんか栄養成分満点？わざわざ、第3のビールで、ミネラルを取ろうっていう考えを、その発想はなかった。ね。この発想はねえわ。マグネシウムとカルシウムとカリウム。はあ、そうですか。ね。健康志向の乾杯。うん。うん、薄い。ミネラル仕込みの飲み応えって書いてあるけど。アクアゼロ。飲み応えがあるようには思えないですね。まあ、糖質ゼロですからね。うん。まあ、こんな感じか。苦味はない。苦味はなければコクもないですね。うん。まあ、うん。まあ、飲み応えっていうか、喉越しかな。まあ、こういうのはね、毎回思うけど、第3のビールって基本的に、うん、焼肉とかには合うとは思うんですけど。うん。ただ苦味が全然ないね。苦味が全然ない。ホップの香りも特にしないですね。炭酸水と炭酸？炭酸だけみたいな。炭酸水のをちょっとなんか炭酸水飲んでるみたいな感じ、うん、これはちょっと、うん、ひどいですね。せめてちょっと苦味ぐらいは欲しかったんですけどね。うん、まあ確かになんかミネラルっぽい、あの、いわゆる、ほら、あれだよ。あの、水？あの、ミネラルウォーターみたいな。の、あの、香水？高度の高めのやつっぽい気もしなくもないですね。うん。うん。それっぽい。
気はしますけど、糖質オフっていうのは、やっぱりちょっと苦味とか欲しいですよね。苦味というよりほとんど酸味が強めですね。個人的にね。これは。ちょっと酸味が感じられる。な。まあそんなもんでしょう。第3のビールって言ったらこんなもんですよ。っていう味。あ、こんなもんだなっていう。久々に第3のビール飲んだな。懐かしのこのうまくない、このまずい感じ。うまくない。まあ、所詮100円ですからね。と考えれば、まあ、仕方なくもないんですけど。まあ、これおすすめするわけもなく。第3のビールの中でも、まあ、まずいでしょう。これはね。1322です。ご視聴ありがとうございました。